やってやる。だっはっ。アンカーショット。ノーレオじゃん。見渡す限りの城、天空にそびえ立つ世界樹を中心に広がる雲の海、それが俺たちの暮らす世界、アルストだ。この世界ができる遥かな昔、人は世界樹の上に住む創世の神と共に暮らしていたという。天空に築かれた豊穣の大地、昼を夜に、雨を晴れにすることもできる理想郷、人はそこを楽園と呼んでいた。だけどある日、人は楽園を追われた。理由はわからない。神の怒りに触れたからなのか、それとも別の何かなのか。楽園を追われた人はアルストに移り住んだけれど、長く生きることはできなかった。人が滅亡に瀕した時、哀れに思った神は自らのしもべアルスをアルストに遣わし、人を救った。わずかに生き残った人はアルスへと移り住み、幾万もの昼と夜を共に過ごした。そのアルスが今死に絶えようとしている。あぁ、七輪の熱が心地よいわい。肩こりに効くの。そろそろ動かそうか。いや、しばらくはそこでいい。到着。そんだけ？無理言わないで。もこれでも上乗せしてあげてるもん。軍需物資なら割り増ししてあげるんだけども、休戦してたスペルビアとインビディアは今じゃ海戦準備の真っ最中だから、いくらあっても足りないもん。どうだもん、そっちの方やる気ないかも。前も言っただろ、そういうのはパス。はあ、あんたくらいの腕があったらずんとか儲かるのに。もう、もったいなも、もったいなも。でどうするも。いいよ、それで200は今、残りはいつもので。わかったも。送り先は矢崎村のコルレルさんでよかったかも。うん。にしてもその年で田舎に仕送りなんて涙ちょちょ切れるもん。うちのバカ息子にも見習ってほしいもん。じっちゃんのおかげで家賃いらないからね。じゃあ、レックス。プニーさん、久しぶり。相変わらず息がいいじゃなかった、威勢がいいもん。まあね。で、何の用？新しい仕事？まあそんなとこだもん。ところでレックス、
く来てくれたも、アバリティア商会会長のバーンだも。はじめまして。プニンから随分と腕の立つサルベージャーだと聞いてるも、それを見込んでちょっと頼みたいことがあるんだ。というわけだからさ、行ってくれや。2、3日で帰ってくるから心配しないで。という。腕が鳴るね。よっ、ほっ、行ってきます。余計なものまで連れてきちゃったかな。もうこんな時間。いっけね、先手を取られた。はっ！